どうも、岡剛です。今日はですね、もうね、暑いんでね、もう汗ダラダラ、まあ諦めましたということで、今回ゴルフ7のお話でございまして、僕のゴルフ7のグリルに R のエンブレムがついてるじゃないですか。とりあえずそれ外しとこうと思って、で外して今後、塗装か何かでブラックアウトしたいなと思っているわけなんですけども、まあ、実際やるかどうかは、まあ、外してどういった状況になるかですね、確認してからやってみたいとは思いますが、とりあえず外す作業からいってみましょう。はい、作業はね、至って簡単です。これですね、ここのネジを1箇所2箇所まず外します。これが T の25ですね。でこの R のエンブレムを、多分裏側にネジがついてるはずなので外してみたいと思います。でね、作業はね、1人なんでうまく撮影できるかは別として、まあ早速やってみましょう。とりあえずこれを外すと外します。外して、はい、ではね、1箇所2箇所外した状態、次にここに、まあ何かこういう工具を入れ込んでパカって外すんですけど、撮影しながらできるかな、ちょっとカメラアングルを変えてみたいと思います。すいません、これでいきます。これで一回外れましたね。で、こっから慎重に、ここに爪が何箇所かあるので、それを折らないようにうまいことね、慎重に外していきます。はい、外れました。一応ね、外した状態がこういった形、結構汚れてます。ここをちょっと拭こうかな。こんな感じ、こういった感じですね。で、外したこれが、まあね、 R フロントグリルですね。で、この裏側にネジがついてるので外してみましょう。はい、ちょっとね、外したいんですけど暑すぎるんで、一旦部屋の方行きましょう。はい、ね、外の方で作業しようと思ったんですけど、暑すぎてたまらなかったんで、一旦ね、こちらグリルを部屋に持ってきました。で、裏ね、結構汚かったんで、さっきもシャワーで綺麗に洗って拭いた状態ですね。で、今回はこの R のエンブレムを外そうと思います。で、外して、まあ後にね、これを、まあ、ブラックで塗装して、またちょっと個性のあるね、車になったらいいかなと思って、でとりあえず外しとこうと思います。で、裏見てもらったらこのネジがあるので、ね、工具はこれですね。 T の25 のこちらですね。グリル外した時と同じレンチですね。こちらで外してみたいと思いますと。まあ簡単に外れると思うので、早速やってみましょうか。では画面下の方に切り替えます。はい、まあ作業的にはね、こちらでクリクリクリとしてもらったら簡単に外れますから、よし、これぐらいかな。そしたら、あ、もうパカッて外れてる。これが R のエンブレムですね。こういった構造になっております。ここでネジで止まっていたと、ビスで止まっていたと。で、そしたらこんな感じかな。はい、こういった形で仕上がるような雰囲気でしょうか。もう何もない状態、こんな感じ。まあこれでもありっちゃありなのかな。まあせっかくね、この R のエンブレムあるんで、これ少しね、まあブラック塗装した状態にしたらどんな感じになるかなとは思いますけども、とりあえず外したままでもいいかもな。結構シンプルで、どうでしょうか。逆になんかこの状態でもかっこいいかもしれない。どうせ
見えないし、左右も、一応左右も対称になってますね、ここで。ここにネジが、ネジ穴があるだけで、まああってもなくてもいいかなと思います。とりあえずまたね、取り付けに行きたいと思います。はい、あとね、取り付けは簡単です。逆の作業ですね。まずこっちから慎重に爪に合わせてパコッとはめると。これではまりましたね。はまりました。で、上をパコパコ、もうこれだけ、これだけですね。これで完成。あとはネジを取り付けておしまいと。はい、取り付けの方完了いたしました。やっぱりこれでもシンプルでかっこいいかもしれないな。うん、OK かもしれない。はい、一応作業終了でございます。今日はね、グリル外してこの R のエンブレムをとりあえず取っておこうっていう形でございました。一応取って、さっき言ったようにこれをね、ブラックアウト化しても個性が出るんじゃないかなと思って、まあ、外してみましたと。まあね、普段外すような部品ではないと思うんですけども、まあ、外したら外したら結構ね、こう汚れた、汚れ、ほこりが溜まってたりするので、まあ掃除する意味でも良かったかなと思いますと。まあとにかく暑い。まあ作業自体はね、慣れたら、僕結構外したりしてるんで、まあ3回か4回やってるんですけど、まあスムーズにいって2、3分で終わる作業だと思いますので、まあ外す方がいらっしゃったら、まあエンブレム、ブラックのエンブレム取り付ける時とかはやっぱりグリル外した方がいいらしいので、まあ外し方講座ではないんですけどね、一応素人でも外せるよという形でございました。という形で、本日終わりたいと思います。 R エンブレムどうしようか、考えます。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければぜひチャンネル登録お願いいたします。あとツイッター、インスタグラム、ウェアもやってますので、よろしければチェックしてみてください。以上、岡剛でした。ではまた見てください。